巷のおんちゃん、鉄道遺産が残る上士幌町。昭和14年に開業した幌加駅、当時周辺は住宅や商店が並び、たくさんの人や木材を運んでいたそうです。今も残る線路やプラットホームは昔のまま。こちらは第三音更川橋梁。現存する北海道内の鉄道用コンクリートアーチ橋として最も大きな橋です。橋を渡ることができるのは三の沢橋梁。下から見ても迫力があります。数々の鉄道遺産は使命を終えても町のシンボルとして生き続けています。